はい、こんばんは、黒天狗です。8304、青空銀行ですね。現在2505円です。今日はプラス2円ですね。銀行業です。PER が12.2倍ですね。15倍以下なので、どうかな。PBR が0.67倍なんで、安いっちゃ安いんだけど、どうかな。利回りは6.15%、高いですね。高いですね。高いけど怖いな、これは。銀行で6.15倍。いや、いいけど怖いよね。ちょっと、出来すぎじゃないの？信用倍率2.67倍ですね。ですね、ちょっと、2倍、約3倍ですね。目先が上、短期上、中期下、長期下、業績が上ですということで、今日決算出たんですけど、見てみましょうと。青空銀行ですね、8304。17日4時に決算を発表と。23年3月期の連結経常利益は、前の、84.1%減に、73.5億円に落ち込んだが、ということで、落ち込んでますよ、という。だから来年度ね、24年の3月期は前期比4.2倍の、4.2倍になるのか？4.2倍の310億円に回復する見通しとなった。回復する見通しとなった。ちょっと怖いよね。ちょっとなんか、勝算はあるんだけど、ちょっと怖いよね。同時に、期末配当40円。ね。年間配当154円を実施するとして、今期も154円を継続する方針。強気ですね。154円を継続。ちょっと強気やね。直近3ヶ月の実績である1から3月期の4級ですね。連結経常利益110億円の赤字と。直近は赤字ですよと。来年度は、これ本当かよ。と、ちょっと。金融の再建がどうかなと。ちょっと私はどうかな。青空銀行。ちょっとどうかな。良くない。直近の3ヶ月良くない。あるんだろうけど。これはなんか、原子力は、発電関係とちょっとつながりがあるのかな。これあくまで憶測ですけどね。来年度は分かんないよね。特に銀行は。何とも言えないけど、ちょっと怖いよね。来年度。米国の債務問題があるから、ちょっと怖いよね。と思いながら。これ、配当出して強気で来年度いいですよというのは分かるんだけど、見通しはあるんだろう。月足です。一応でこういうふうに動いて、おるんですけど、ちょっと気がかりは、こうやって動いていきそうになってるんだけど、貯金を心、線割るんじゃないかなーちゅうとね、思ってしまったんですよね。こう今、レンジを組んでます、ここで。でな、一応方向性はこっちなんだけど、気になるところは、ね、パーフェクトオーダーちょっと垂れてまして、下向きになりかけてるんですよね。で、気になるのはもうやっぱ 21MA の下なんですよね。実体が下なんで 10MA も下に傾いてるんですよね。月足なんで何とも言えないですけどね。ここを抜けてからじゃないと、これで言うと、2602円を抜けてからじゃないと、来期、本当だ、予定では、そうなんだろうけどね。ただ、これを抜けてからじゃないと買えないな。ここで、ずいぶんここで、
上から落とされてるよね。ここですね。まあ、一本引いてもいいけど。だいたい、1、2、3、4回落とされてるんで、どっちかっていうと下に行く力の方が強いのかなぁと思ってしまうんですよね。上がったとしてもここですね。2828円。ちょっと配当も良すぎるかな、今の段階ではとか思いながら。1日の出来高が205万1800、800株ですね。2万、200万ぐらいありますね。200万株ぐらい。それに加えて、信用買いの方がですね、240万3400株ですね。まあ、1回の出来高で、信用買い全部はけるんですよ。ただ、売りが90万あるんですよね。90万株。まあ、約3倍なんで、売り方が1にして、約2.6ぐらいか。まあ、出来高に考えたら、大したことないですよね。1回で全部はけてしまう。どっち、売りも買いも。そらいいんだけど、回転日数はね、15.6ですよ。だから、16日に1回、決算してるということですね。信用倍率もそんなに、あれなんで、どっちにしても、本当は上がっていかんといけんかもしれんけど、ちょっと不安ですね。株不足が発生してる。株不足が約1000万、10万、30万株ぐらい株不足が発生してる。株不足が発生したら、割合とね、落ちる方向の方が強いんじゃないかな。上がってく。いやー、でもね、両方ともね、信用買いの人、だいぶ決算してるんですよね、両方。どっちも。売りも買って決算してる。ね、どちらかというと、売りの人の方が買いで決算してるね。ひょっとして、来期の予想が良かったら、これ跳ね上がるはずだったんで、売りから入ってきた人は、買いで決算早めにしたのかな。それに加えて、信用買いの方がまだ多いんで、そうなると、多い方も、あまり、私はなんかこれ自信ないな。完全にここ抜けてからじゃないと、ここ抜けてからじゃないと参入できないな。1回、2回、3回、4回落とされちゃうけん、5回もちょっと落とされそうな気もするんで、いやー、これは手を私は出せない。出せない。ちょっとわかんないな。これ本当のことです。ひょっとしたら、これを、この、これ、まあ、どうかわかんないけど、これ一応サポートになりますが、だいたい2288円ぐらい。2289円。ああ、今日上がってあんまし。あれ？今2500円やな。2500円。ここも、ここも、ここは、まあ、目先は上なんだけど、ちょっと難しいな。私は、これ冷やしですね。いやー、私の場合、冷やしではパーフェクトオーダー。上に揃いつつありますね。いや、いい。は、4時間足見てみましょうか。4時間足は、21MA の上で推移してる、10MA の上で実体が推移してるんで、問題なく、まあ、緩やかに上がってきてますね。4時間足。もし、4時間足引いてもね、トレンドライン引いてもどうしようも、ちょっとあれかな。4時間足短期でする人はこの線を割る。
割れない限り上目線ですね。上目線では22,602円。うん、4時間足では、あ、4時間足はパーフェクトオーダーが出ております。4時間足ではパーフェクトオーダー買いサインが出てますね。ということは上に行く可能性が高いですね。ということは2603円を目指します。出来高もいいから、そうですね、信用買いの組がいっぺんに売らなければ上へと行く可能性が高い。これだけで見ますね。ただ来年のはどう、決算はどう読むのかな。いや、これ月足です。はい、いや、どうもね、私が気になってるのはこの線なんですよね。ちょっと太くします。この線がどうも効いてるような気がするんですよね。で、上に登っていきかけたんだけどちゅうことで、ちょっとこれに跳ね返されるような気がして、うん、で突き足で抜けないとちょっとこれは怖いな。うん、突き足でね、実体がちょっと邪魔なんで、突き足で実体がこう赤いのを超えないと、こういう状態にならないとちょっと怖いですね。まあ上目線ではあるんですけど、4時間足では上目線ですね。パーフェクトオーダー出てますんで伸びる恐れがあります。まあこのラインを割らない限りはちょっと太くします。はい、これを割らない限りは上、割ったら下になりますね。2300、割った場合は2399円。そのここで跳ね返る予定ですけどね、そうなった場合2290円。ただここを割れない限りは上ですね。ということで、上2倍は2603円ですね。うん、で一旦処理した方がいいですね。さらには2655円から、まあここはない、まあちょっとわかんないな。相場逆に動く場合があるんで、うん、全く逆に8000あたり動く場合がありますが、まあとりあえずね、短期の人はこの今のラインを割ったらちょっと一回手じまいですね。まあでも今のところこれ見る限り、張り付いて見てる人はいいですよ。21MA を割れた場合はもう一回撤退と。割れない限りはずっと持ってここまで持つということでいいと思いますが、どうもね、配当がちょっといいのと、来年度がちょっと見えないですよね、銀行関係。来年度の決算は。本当。米債務上、債務問題がありますんで、米債務の X デーが近づいている6月1日か。うん、今回、まとまるのかな。まあ、どうにかこう、今までの歴史から言ってもまとまらんことはなかったんですよ。ただ、今回は対立してるんで、まあ、党が対立してるんで、共和党と、うん、だからもうちょっと今回は、ね、読めないんですよね。本当にパンと債券金融危機が爆発しそうな気がする。そうしたら多かれ少なかれ日本にも飛びしてくるんで、そこはちょっと読めないですよね。だからちょっと慎重にこれは取引した方がいいと思います。うん、まあちょっと帰って売りから入る、高くなったら売りから入るっていうのも手かな、逆に言うと。とは思っておりますが、ちょっと私は手を出せませんね、これ。突き足でやっぱ完全に 21MA を抜けてからですね、申し出すと。うん、どうも、全然関係、この線がどうも気になるんですよね、と。まあまあ、これから下に、
これから落ちていく可能性もある。ちょっとわからないということですいませんが、これはちょっとわからないので、皆さん、その確率的に自分で考えてやってください。すいません、どうも。